おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いします。今日は10月の28日金曜日お題がこちら。要警戒。ガファム決算全滅ということで、今朝ね、Apple と Amazon の決算も出まして、時間外見てるんですけども、ガファムおそらく決算後、全部下げるということになりそうです。残念ですね。でもということで、上がってるものもありますので、そこも一緒にチェックできればというふうに思っております。指数の売買戦略、今日はいつもの MacD ではなく RSI に切り替えて見ていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニック から分析必ず前、差し目標で交渉していますので、皆さんと毎日株について考えていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速、昨日の振り返りを入れていきましょう。まずは日本株ですけども、日経平均トピックス、マザーズす全て下落しておりますが、小幅な下落にとどまったかなという意見の方が目立ったかなと思います。前日、なさく2%強下げていたことを考えますと、よく頑張ったといった感じでしょうか。ただ、値下がり銘柄数の方が多く、キヤノンなんかは決算後の下落、こういう銘柄もありますね。一方でファーストリ ーリング東京エレクトロン、ソフトバンクグループの上昇は続いておりまして、主力株がしっかりと頑張っている、半導体関連も強いという感じでございます。半導体関連なんかは続々と決算も出てきてますので、その辺の動きもぜひ確認をしておきましょう。アメリカ見ていきます。三指数高安、まちまちとなりました。ニューヨークダウは上昇0.62%、ナスタック1.63%の下落、S&P も下落ということになっております。昨日と同じような展開ですね。えー、業種別見てみますと、コミュニケーション、コンピューター、こういったところが弱い、情報技術も弱いといった形です。 アップルルルががね一番下げてるなとという感じがしますけどもキャタピラーとかハネウェルマクドナルドナこの辺は決算関連ですけども非常に強いということがわかるかと思いますナスタック見ていただくとメーターが24%ですからね、まあ、この売りがそれぞれに波及しているようなそんな感じを受けるんじゃないでしょうか、えー、ヨーロッパ見ていきましょう高安まちまちの展開となっておりますこれらを受けました日経先物ですが265円のマイナスということになっております結構これ上下してますので必ず寄りつき前に確認をしてみていただければなというふうに思います えー、ドレ円ンが146円の16銭、原油が88.78、でビックスがですね、これ26.99でだいぶ下がってきましたね、また長期金利もこれ4%を割り込む水準まで落ち着いてきました、ただ今日小型株もソックスも下がってますので日経先もさすがに下がりそうといった感じでございます、暗号資産に関しましても小幅な下落ということなので慎重に見ていきたいと思いますでは見ていきましょう、今朝発表、アップル、アマゾン決算、時間外下落でも GAFAM 全滅デモということで <laughs>、そんな感じで話をしていきたいというふうに思うんですけども、 まずはアメリカ時間が終わった後の日経新聞を確認していきたいと思います市場予想を上回る決算が発表した銘柄が買われてダウ平均を押し上げたということでダウが続伸してるんですよね一方で主力ハイテク株への売りが続いて相場の重荷に,になっているということでしたで青いところを見ていただければと思うんですがキャタピラー休止とかマクドナルドとかメルクとかハネウェルとかえこういったところがですねやはり良い決算をして大幅高で終えているということになってますしまたこちらでは GDP 速報値が市場 それも増加したということで景気敏感株の買いを支えたということになっていますさすがに gdp に関しましては前回までマイナスが続いてましたからねプラスになったことは好感されたしかも市場予想も超えてきたってところはですね今日に関しては交換されているということになっています今まではね利上げ警戒から良い経済指標はむしろ株価を下げる要因になってましたけどもこれどうでしょうねしっかりと見ていきたいなというふうに思います一方でこの記事の続きを見てみますと主力ハイテク株が売られてしまった メタが2割強下げた業績懸念が他のハイテク株にも波及したということでまさにこんな感じになっちゃったということですよね。で、今日の朝ですけどもアップルとアマゾンが決算発表をしてザラ場の動きとしてはまだ織り込まれていませんがえ時間外の動きでなんとなく想定がつきますので見ていきたいと思います。まずアップルですが赤いところが終わりに対して青いところがアフターマーケットということになっていて、まあ、下げているということですからおそらく決算はあまり良くなかったんだろうなということが想像されます。そしてアマゾンですけどもアマゾン決算は お越えであ青いのがないとどこだと見えないぞというところなんですねで燃焼安値が101.26ということなんですけども横ばい圏なのかでも青を普通出るよなとなんか悪い予感がするぞと思ってカーソルを合わせてみるとうわぁ水分下だなということでですねだいたい2割強ぐらいは下げそうだという形になってますただこれ時間帯によっては18%とかにもなってたりはしますのでこの辺の影響度っていうのはねしっかりとね朝の時点で確認をしていただきたいのと明日のザラバもう一度確認をしていただきたいかなというふうに思いますまあこれにてですねガファムの決算すべ 揃アップルが下げて、マイクロソフトも下げていて、メタも下げて、アルファベットも下げてで、アマゾンも下げるということで、非常に心配なんですけども、先ほど見ていただいた通りですね、このいい決算もたくさんあるわけですよね、外食のマクドナルド、薬のメルク、そして機械のハネウェル、研気のキャプタピラー、まあ、こういったところがありますので、コロナとかを脱、ね、した、このガファムは一時的にこう低迷はしているものの、まあ、こういったところが非常にいい、そして GDP も良くなっているというところは、ね、考えておかなければいけないのかなと。 なというふうに思います。で、心配なのはナスダックのチャートなんですけども、ナスダックの場合にはこの逆三尊をつけたんじゃないかというふうに思われてはいました、思ってはいましたが、今日の動きを持ちまして陰線をつけて下落して、で、この逆三尊におけるネックラインっていうのはおそらく否定されています。なので、ここをそこの形と捉えるのはちょっとまだ早いかなというふうに思います。でもですよ。ただ長期金利のね下落が続いていて、昨日この上昇トレンドラインをね割り込んできたんですね。まあこれはだいぶ落ち着きを見せるサインなのかなというふうに思って、こ,こ ハイテク株のいずれのね、後々の業績の安定っていうのを期待したいところかなというふうに思いますし、あとは S&P に関しましては、この逆算損をつけたネックラインっていうのはまだまだ維持をしているという形、下げ幅も全然限定的ですね。これは GAFAM の決算が悪くて、めちゃくちゃ下げていてもですね、それ以外のハイテク株とか、それ以外の S&P の銘柄に売りが波及していないっていうところが特徴的なのかなというふうには思います。このままそこを維持して、また上がっていく展開が期待できるかなというふうに思いますが、ただしこの先には雲が 分厚いというここととととでで抵抗のの強さみたいいいななものにももにに警戒はは必要かなと思まますすすあとはにも丸をつけててがこれプラス転換してるんですね32.35う値まで来ましたので、まあ、これもプラスの材料として捉えておいてもいいのかなというふうに思いますそして中でも景気敏感株が多いニューヨークダウですねニューヨークダウの上昇が非常に目立っているということも今回の特徴なのかなというふうに思いますニューヨークダウに関しましてはそこの形ダブルボトムをつけまして、えー、もうあわよくば今日はですね雲を越えるんじゃないかというような動きになりましたただ 明日以降はですねまだ警戒が続くかなというふうにもちろん思うんですが雲を越えてきた場合には雲の抵抗が期待できるというところですからま過度な期待も楽観もせずにですねどういう結果になったのか明日もう一度見ていきたいというふうに思っておりますでは次の動画のまとめですナスダック安続くメタ暴落ということでえいろんな銘柄に売りが波及してしまったということになりますただダウ銘柄決算強くてですね続進しているということも特徴かなと思いますでアップルとアマゾンの決算が出ました時間外で下落していて特にアマゾンは20%前後の暴落になりそうアップル も下げるとなればガハムおそらく全滅となりそう。まあ、警戒度は高まっていくということでナスダックのねえー、この逆山像の否定というところも見逃せないポイントかなというふうには思っております。ただし長期金利の下落落ち着きは続いているし S&P やニューヨークダウの大底のサインっていうのはまだね否定されたわけではないということ。特にダウは雲越え期待もっていうことですのでまあ、完全にこう全体的に下げていくっていう感じではないですからそこは冷静に考えてみていきたいというふうに思っております。では指数のテクニカル分析冷やしの一目金公表と RSI を使いましてテクニカル分析を行っていきたいと思います はい、まずは日経金株価です、日経金株価ですけれども、昨日陰線をつけました、ね、本当はね上昇してくれれば、ですね地高スパンが超えてくるかなというところまで、かなり近づいてきてはいるんですけども、今日どうなるかというところですよね、今日もまあ、先も先物は下落しそうですので、ちょっと警戒度を高めておいた方がいいかなと思います、基準水準としてましては、転換線を維持できるかと、RSI の50を維持できるかというところがとても大事なポイントになってくるかなというふうに思います。日本株のののの決決決決算算算半導体関連ととかももして悪くない決算もありますのでそこの反応と指数 のバランスと注目していきたいと思います。トピックス見ていきたいと思います。トピックスは昨日はより点で陰線をつけているっていうところがすごく警戒ポイントだと思いますね。で、地厚スパンもですね、おそらく今日上昇してもちょっとまだ足りないぐらいだと思いますので、まだまだ警戒は続くものと思われます。R 差が今50を超えてる水準ですので、今日も下落することを考えますと、また50を割り込む横ばい圏なのかなというふうに思いますけども、まあ、その後も含めてどう動いていくのかしっかりと注目をしていきましょう。一方強いのはマザーズなんですよね。マザーズはですね、昨日は陽線をつけている上ヒゲがちょっと長いと 気になりますけどもねでも雲の上抜けてから RSI50 以上を維持しながら非常に強い展開が続いていて明らかにこの辺は上昇トレンドの形ですからねあとはこの辺の高値をちゃんと超えることができるのかというところになれると思いますのでえ今日もしっかりとえ今日の動きを見ていきたいと思いますニューヨークダウ見ていきましょうニューヨークダウは先ほども見ていただいた通り非常に強いということになってますまだ過熱感のある水準でもないですからとりあえずね横ばいけでもいいので雲は抜けてほしいですよねでその後雲の上限が抵抗となってあサポートとなって上がっていくことができるかどうか 他に注目をしていきたいというふうに思っております。s&p500 見ていきましょう。s&p500 に関しましても、ひとまずはこの逆存傷の形をですね。否定されずに維持できるか、水準としましては転換線を維持できるかというところで遅行スパンを超えてますから、上昇期待ももちろんあると思いますし、rsi 50を維持できればね。強い展開が続くと思うんですが、雲が分厚くなってくる分だけですね。その抵抗にどういう風うに反応していくのかっていうのをね。チェックしていきたいという風に思っております。ナスダックです。ナスダックが一番心配なチャートですね。昨日も陰線をつけまして非常に弱い。おそらく amazon の。 によって明日も下落する可能性の方が高いかなと思いますし、RSI も一瞬50を超えてね期待させておきながらですね、ガファムの決算によってまた50を割り込んでいる弱い展開になりそうだということになりそうですので、そこは注意をして見ていきたいというふうに思います。目先はこの安値を割り込んでしまったらもう一度ゼロから考え直す必要が出てくるかなと思いますね。えー、ラッセル見ていきましょう。ラッセルもナスダックと全く違うチャートになりましたね。えー、昨日はさすがに上ヒゲを残した陰線、ちょっと弱そうなローソク足でかなり雲が意識された展開にはなるとは思いますが、ただ地厚スパンは超えていて RSI を超えているということになっていきます。この展開が続くのであればあ、雲の中まで入り込んでくる可能性もあります。ただ、雲が抵抗してしまうとぐーっと下げてくる可能性もありますので、どちらになるのか今日のザラ場しっかりと見ていきたいと思います。はい、ということで今日の動画のまとめです。まだナスダックのね、本当に不安が強くなってきた。また、ガファムが本当に全部ダメだったっていうことは、まあ、予想以上に悪かったなというふうに思いますし、ナスダックのね、チャートもそこの形が否定されてされつつあるということになりますので、安値割れ懸念が出てきてますが、一方で長期金利の まあ落ち着きであるとか、ニューヨークダウの貢献ま好決算銘柄が多いえ、そういったところはですね。期待持ってもいいところなのかなと思います。ま、最終的にどっちに転ぶか、誰にも分かんないところではありますし、この後も重要イベント続きますので、しっかりとチェックしていきたいと思います。では、今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジンですが、これ最新記事でえこう今日ですねリスキリング銘柄を分析しております。リスキリングというテーマの中で出てきた銘柄を全部エクセル株分析した上で、その中の3銘柄注目3銘柄ということで取り上げてみたいと思っております。 また、えー、同じプラットフォーム内でメンバーシップを始めております。月額1000円ではなく900円になっておりますので、よかったら、どちらか登録してみてください。記事を配信しているということになっております。また、本に関しましては、累計1.9万部ありがとうございます。こちら、書店購入キャンペーン継続しておりますので、えー、こちらもですね、分析特典、分析に使った Excel の、えー、フォーマットの特典がつきますので、よかったら是非、ね、ぜひね、概要欄の URL チェックしていただければと思います。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタンを、また明日以降もこのような形で、7時目標で分析、公式していきますので、ぜ、え、ひ、ー、明日も聞いていただき ける方はチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では、また明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さよなら。